はい、こんにちは、ドリキンです。わかりますか？わ かるわけないけど。この映像。いや、もうね、病気だな。いや、YouTube はもう、やばいな。やばいです。これね、今、どうやって見せたらいいんだろうな。このカメラ、じゃじゃん。これでございます。結局ね、いろいろ悩んだんですけど、まあもう結局、リスナーさんにも昨日バックスペース FM ポッドキャストで、読まれてましたけど、もう僕が悩んだ時は、結局、買う時なんだな。っていうことで、これです。キャノンの、1インチコンデジ、GX7 Mark II、今朝ゲットしてきました。これね、ちょいちょい僕はポッドキャストでも、登場してますけど、サミーズカメラっていうサンフランシスコにある、プロ用カメラショップみたいなとこがあるんですね。もう完全に映像とか、動画の、プロの人が基本的には行くお店なんですけど、まあ、ちょっと朝魔が差して寄って、魔が差してっていうか、もうほんとね、昨日 B サイドのポッドキャストで話してたら、結局なんか、ゆかさんとかに勧めたりしてて、話せば話すほど自分が欲しくなるっていう ジレンマに陥って、で、まあ、ちょっと魔が差して、まあでもどうせ在庫ないし、もうどこも売り切れだし、まあ売ってるはずないよねって言って寄ってみたら、なんか、一個だけ今在庫あったとか言われて 最後一個とか言われたら、なんかもう、運命感じちゃうじゃないですか。ということで、もうね、開封とかしてもしょうがないんで、もう今いきなりこれが実践映像です。で、今これを、どう見せればいいんだか、わかりづらいけど、今まあ、何？この完全なる自撮りスタイルで、自分で今、手で持って、撮影してる動画ですけど、で、しかもこれ室内でね、そんな明るくないですよ。もう夜今10時ぐらいなんで、映像的にも部屋もそんな明るくない。普通の、間接照明だけでやってますけど、結構明るいんじゃないですか。今ちょっと一瞬ホワイトバランスが変わった気がするけど。設定はなんか今ファインディテールっていう、カラーモードにして、ちょっと、まあ露出を2段階ぐらい上げてるぐらいかな。あとはまだ何もいじってない。本当に開封した直後なんで、何もしてない感じですけど、今これ自撮りのファインダーで見てる限りは、かなり明るく撮れてるな。いい感じですね。いや、やっぱりこれはビデオブロガー御用達のだけのことはある気がします。ということで、まあね、何せいろいろ悩んで、まあ、カメラはこれだけじゃなくて、やっぱり GH4 も欲しいし、レンズも欲しいし、何せ必要なんですけど、まあ、YouTuber たるもの、セカンドカメラというか、常にポケットに忍ばせておくコンデジは必要という、ことで、本当かな？ まあ、このカメラを優先して、まずはゲットして、まあ仮にね、この DJI オズモが手元になくても、仮にね、この OMD EM5 Mark II が手元になくても、動画のチャンスを逃さないという、この貪欲な姿勢を買っていただいて 今日の動画に変えさせていただきたいなと思います。まあ真面目な話すると、この G7X Mark II は本当にいろいろレビューを見てて、まずフォーカスが早い、高感度、暗い暗所に強いですよね。これ実際これフォーカス今かなり寄って戻して、寄って戻して、もうね、常に完全にこのファインダー見てると、もう僕の顔認識してて、もう常にそれをトラッキングしてる感じですね。もう相当使いやすい。で、やっぱりこの自撮りのカメラがこういう感じで、カメラの、なんていうんですかね、
上にこうペロッとこう液晶が上がるタイプなんで、どうだろう、視線的に僕も今日完全にファインダー、最近ね頑張ってレンズを見ながら話す、今レンズ見ながら話してますけど、まあ油断するとすぐこのモニター見ちゃうんで、今日の動画はもうほぼひたすらモニター見てるのが、8割9割って感じなんですけど、意外と視線がね自然になるんじゃないかな。やっぱりレンズの延長上にあるんで、結構視線がナチュラルになる気もしますし、何せ使いやすいかもしれない。これ下手に画質どうですかね。一応あと G7X Mark II の場合は4段の手ブレ補正も入ってるから、これ今、ゴリラポットとかもつけずに本当に、ちっちゃいカメラ本体を、なんかつまむように支えながらちょっとプルプルしながら撮ってるんですけど、ファインダー見てる限りはかなり安定してる気がしますね。うん、やっぱこれ完全動画向きな気がする。もう最後の最後まで悩んだ最大の理由は、外部マイクがつけられないところで、今このカメラのレンズの頭の部分にある、内蔵マイクでしか音が取れないんですけど、もうそれだけが本当唯一大丈夫なのかなと。今もこれも撮ってて、これ後で編集するときにそれが使えるのかなっていうぐらいですけど、まあ他の YouTuber の人が問題ないって言ってるんだから、まあそれを信じれば問題ないんでしょうという感じですかね。はい、まあこれね、あくまでも、何度も言ってますけど、やっぱりメインの動画は DJ オズモとか、OMD マーク5とか、そういうのを使ってきて、これはもういざって時の、まあ、サブカメラとかニカメとかそういう感じで使いたいなと思ってるんですけど、でもこれ今初撮り、ほんと練習もなく一発撮りで、今日はねザッツ YouTuber らしいこの自撮り、紹介動画にしようと思ってるんですけど、これ便利だわこれなんだろう、これで画質的にもう自分的に満足いる状態になったら、もう結果こればっか使っちゃいそうな気がする。ちょっと楽しみですね、これから編集するのが。ということで、もうこの動画をもってこの、パナソニックの、パワーショット G7X Mark II の、レビューに変えさせていただきたいなと思ってます。どうでしょうね、画質とか、クオリティとか、もし、フィードバックいただければ、コメントいただければ幸いです。ということで、もしこのチャンネル面白かったら、ぜひいいね評価と、チャンネル登録をお忘れなくよろしくお願いします。